人は何のために生まれてきたって思いますか私はあの先生に人は楽しむために生まれてきたんだよって教えてもらいましたその説明がすごくこう感動するんですけれどもこれは時間があったらこの動画の最後の方にお話ししたいと思いますそれでは始めますこちら コロナうつかなという本の紹介です。和田秀樹先生の本になります。去年の8月に発売されています。和田秀樹先生、精神科医臨床心理士であられます。えっと、今日はこのコロナうつかなの本の紹介3回目になるんですけれども、えっと、最初はもうこの表紙だけ紹介していて、次は前書きだけ読んで、そしてやっと今回、序章というところ、ここ行きます。 ステイホームで本当に良かったのっていうタイトルになります。その中で、えっと、また小さなタイトルなんですけれども、16ページ、うつ状態はうつ病の前段階。18ページ、ステイホームで気分転換もできなかった。20ページ、コロナで多くの人がブルーに。23ページ、コロナ引きこもり、コロナ離婚、コロナ DV。 なんかコロナっていうね、その響きだけで言うとすごいこう可愛らしい言葉なんで、なんかこうロゴにしやすいんですけれどもね、内容はあの深刻な内容なんですよ。まず、うつ状態はうつ病の前段階。精神科医の先生なので、そのやっぱり患者さんを、多くの患者さんを見ていて、うつ病になる前にぜひ対処しましょう。 誰か人に助けを求めましょうっていう意味でこの、えー、と本を書かれたと私は感じているんです。それでこのうつ状態まずこれ自分が気づかないとダメなのでそれを少し説明してあります。16ページのこの1行目のところです。誰でも何かのきっかけで気分が沈みブルーな気分やうつ状態になることはあります。 しばらくすると自然に回復することも多いのですが気分の落ち込みから回復しないことがありますそれがうつ状態と呼ばれるものですそのまたちょっと次のところステイホームの外出自粛はうつ病の前段階のうつ状態やもう一歩手前のコロナブルーを生み出してしまいました うつ状態の前はコロナブルーということは、えー、っと、うつ病が病気、うつ状態は症状、コロナブルーは気分、症状までは出てない心の中の状態かなと今すいませんけど勝手にあの思いました。それで、この、えー、本の中には、このうつ状態っていうのが、 なぜこう進行していたかっていうところ、これは、えー、精神科医お医者様ですので、えっとこうお医者様から見る観点で書いてあるんです。聞いてくださいね。外に出て日光を浴びながらある程度の活動をするからメラニンメラニンってホルモンのことです。脳の中で作られる物質です。 夜になるとこのメラニンが出るから寝られるのですが、ステイホームで活動や運動が制限されて、メラニンも減ってしまった可能性があります。あ、ごめんなさい。さっきからおかしいです。えっ、ー、とある程度の活動をするからメラトニンが出て、夜になると眠れるのですが、ステイホームで活動や運動が制限されて、メラトニンも減ってしまった可能性があります。 メラトニンが減ると不眠につながっていきます。メラトニンが減る。で、この理由が外に出て日光を浴びながらある程度の運動をするとメラトニンが出るってもうここに明確に書いてあります。お医者様が書いてあります。お薬を飲みなさいとか一言も書いてないです。これはお金がかからずできることだからこのうつ病 になる前のうつ状態。あとコロナブルー。えー、私ちょっとそれ思い当たるなぁ。これ私やっぱりこれうつ状態入ってたかなぁ。夜寝られないしなぁとか気分がちょっと沈むなぁとか、あのー、なんかこうブルーな気持ちになるなぁとかそういう方ぜひタダでできるから朝ちゃんとあの日の出が上がった時間帯 まあ決まった時間帯でいいと思いますので、まず朝起きたらカーテンを開けて、真っ暗のまんまじゃなくってカートンを開けることで日光浴びると脳に刺激が与えられるので、それでメラトニンが出るって書いてあるから、ぜひやってみましょう。そして、 ある程度の運動って書いてあるので、今までだったら学校に行くとか、仕事に行くとか、お買い物に行くとか、人と出会うとかいうことで、自然にあの運動の回数が多かったと思うんです。定期的に本当にスポーツをしている人なんかはまさしくスポーツがなくなっちゃうから、もっと運動量減っちゃうんですけれども。だから、あの、ぜひある程度の運動、これ心がけてみましょう。ここら辺、あの、私が住んでいる 京都府南丹市園部っていうところなんですけど、まあ、ほとんどの人が車移動しています。でも、えー、5分で行けるところでもつい車で行っちゃうっていうところがあるので、あ歩いてもいいなぁとか、歩こうかなぁとか、そういうのすごくね、あのちょっとした心がけっていいと思います。次です。ステイホームで気分転換もできなかった。 ステイホームで気分転換。あ、そっか。だから、気分転換をすれば、その、うつ状態とか、コロナブルーが、あの、ね、ちょっとこう、緩和できたのに、ステイホームで気分転換もできなかった。これ、なかなか問題ですよね。でも、今、さっき言ったような、その、朝、太陽を浴びて、ちょっと体を動かす。これを定期的に毎日のルーティーンとしてやることで、脳からメラトニンが出るよって、 先生が教えてくれるんで、これぜひ実践してみましょう。次のタイトルです。20ページ。コロナで多くの人がブルーに。まあ、これはね、実際そうなんだと思います。えー、っと、ここの21ページにコロナはブルーな気分を生み出し、メンタルヘルス問題のリスクを高めました。それなのに精神科医や診療内科医への受診は抑制されてしまい、 早期発見、早期治療という重要なことができなくなってしまいました。どんな病気もそうですが、一番良いのは病気にならないように予防すること。次に良いのは早期発見、早期治療です。症状が重くなってからでは治療が難しくなります。和田秀樹先生は、 あの、この本のね、裏側にもご紹介ありますけど、東京大学医学部卒業されている先生、東京大学医学部付属病院精神神経科助手、その後またつらつらといろんな経歴あるんですけれども、この先生が一番重要なことは、病気にならないように予防することっていうのをすごくこの本で訴えられているんです。その次に良いのが、早期発見、早期治療。 病気にならないように予防するにはまず自分がコロナブルーだうつ状態だあもううつ病だっていうことを気づくっていうのがまず予防になりますよね。あとなっている人が身近にいることを知れば自分は今なってないとしたらあなるかもしれないということで予防する。 例えばこの本を、えー、と読むのは大変だったら、私毎週金曜日、今6時45分から10分配信しているので、これからも継続していく予定ですので、この週に1回だけコロナ打つかなという本の紹介を聞いてもらうだけでも予防につながると思います。あと最後です。今何分ぐらい行ったかなあ、あともう1分ちょっとです。 コココロロロナナナ引きこもり、コロナ離婚、DV、やっぱりこの自粛によって家族の密になりましたよねだからその家族感染家庭内感染っていうのもよく言葉で出てきましたけれどもここにもねこの和田秀樹先生は24ページ25ページにわたって この原因なんですけれども、あの、その家族間で、やっぱりこう、身内がね、顔を合わしたり、会話が多くなったりすると、ついついイライラしたり、言い,洗いあったりとか、なんか揉めたりとか、なんかこう、感情がこう穏やかでなくなっちゃったりとか、なんかこう、するっていうのは、誰でもちょっとこう、イメージとしてはほとんどの人あると思うんだけれども、ここでもお医者様はこう言われています。おそらく、 セロトニン不足も関係しているはずです。家に閉じこもっていて、日光浴びなくなると、セロトニンが減ってきます。セロトニンが不足すると、不安感が増したり、イライラ感が増したりします。セロトニン大事ですね。それと、さっき出てきたやつが、私がちょっと間違えた言葉で、メラトニンですよね。で同じこと言ってはりますよね。日光を浴びなくなると、 最初はメラトニンが出なくなりますよって。そしてメラトニンが出なくなると不眠につながりますよ。そしてこの25ページでは日光を浴びなくなるとセロトニンが減ってきますよ。セロトニンが不足すると不安感が増したりイライラ感が増したりしますよって書いてある。じゃあ結局は日光に浴びたらいいんだっていうことなんです。今日のポイント日光に浴びましょう。 これでコロナブルー、うつ状態、そしてうつ病、これの早期発見、早期治療、予防につながるっていうお話です。では、最初に私が少し、あの、一番最初にお話しした人生っていうのは何のために、えっ、ー、と、私たちは何のために生まれてきているのか、それは楽しむために生まれてきているんだ。でも、そしたら逆説として人生は 楽しむために生まれてきているというのであるのならば、ここ大事です。不幸では楽しめません。動機。不幸では楽しめません。よく、私幸せですとか、もう私本当にあの、ありがたいです、幸せですっていう方ありますよね。よく聞きますよね。すぐ聞いてみて。それとも自分に聞いてみて。私楽しいって今、楽しい 楽しい,楽しいここでつまずく人本当に幸せなんだろうか今日はあんまり長くしゃべらないけど「幸せ」っていうのは実はよく考えてみてください感情がありません楽しいっていうのは感情がありますワクワクウキウキ楽しい嬉しいハッピーこれは感情があります 幸せっていうのは、実は、ここ大事です。楽しむための手段。楽しむための道具。幸せっていうのは、幸せを大切にするっていうのがぴったりの言葉になります。幸せを大切にして、 道具を大切にして、手段を大切にして楽しむ。これが人生あの。人生とは楽しむ。っていうことにつながるということを先生に教えてもらいました。今、人生が楽しいですか人生が楽しいって思っている方は、その次のステップ、楽しいということに感謝しましょう。今日はこれで終わります。京都女性漢方松宮局。 えっと、あ、漢方薬剤師心理カウンセラー梅垣まゆみがお届けしました。来週の金曜日もぜひ来てください。お待ちしています。チャンネル登録よろしくお願いします。